森吉郎、日テレに騙され、約束と違うと批判。昨日放送された BS 日テレの真相ニュースの中で、東京オリンピック組織委員会の会長の森吉郎さんが出演され、まあ、こちら、オリンピックの話をするとして出演されていたんじゃないかと思うんですが、ずっと政治、政局の話が続き、うんざりされた森さんが、 目をカットを見開きながら、今日は政治向けの話はしないという約束で来たんですよと批判されておりましたけども、まあ、それに対して日テレは政治もオリンピックに関係していると言い訳しておりますが、まあ、こちらどういった形の約束だったのか、証、ま、面、あ、になっているのか、口頭なのかわかりませんけども、意図的に人様を騙したら、 詐欺などの犯罪行為になってしまいますしまた犯罪に至らなくても不法行為として責任を追及される可能性もございますまあこういったマスコミの応募森さんも体調が万全ではない中で時間を割いてわざわざ 番組にですね、出演してくださってるわけでございますので、日本テレビには、今後はせめて、出演を依頼する際には、正直にどういった内容を質問するのか、すべて伝えていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。